板ガラスの間に樹脂などの中間膜を挟み、接着したガラスのこと。高速道路での衝突事故や、列車脱線事故など、窓枠が大きく歪むほどの衝撃にも耐えられる、体感通性、耐衝撃性を持ち、また割れた、際の飛散も起きにくいため、自動車のフロントウィンドシールドや路線バスの前面、行き先表示器、ガラス、鉄道車両の前面及び側面ガラス、 情報機器のモニター用、ガラス、防犯ガラスとして用いられる。また、中間幕の特性を変更することにより、紫外線、赤外線の吸収、防音、着色など、様々な付加機能を与えることも可能である。ただし、その性質上リサイクルしづらく、使用後は産業廃棄物として処理されることが多い。高高度を飛行するジェット旅客機のコックピットでは、 合わせガラス式、ウィンドシールドの中間層へ、透明な電熱シートを加え加熱することで、低温でガラスが脆くなることと、外部表面の氷結を防いでいる。合わせガラスは、実験室での事故に着想を得た、フランスの科学者、エドワール・ベネディクトゥスによって1903年に、発明された。ガラスフラスコはコロジオンで膜ができており、落とした時砕けはしたものの、バラバラにはならなかった。 ベネディクトゥスは自動車事故における怪我を減らすためガラスとプラスチックの複合材料を製造した。これは自動車製造業者にはすぐには採用されなかったが合わせガラスは第一次世界大戦の間ガスマスクのアイピースに広く使用された。ありがとうございます。